はい、皆さん今日もおはようございます。違和感祭バディの井出です。皆さん今日もお元気でしょうかはい、僕はですね、今日も体中が痛い。<laughs> 体も全身がね、すごく痛いです。なぜかというと、昨日ですね、日曜日、約5年ぶりぐらい、うん、5年ぶりぐらいにラグビーをしましたね。 はい、まあ。ラグビーといっても、あのー、タックルなしのタッチで、そのラグビーをする、いわゆるタッチフットっていうやつなんですけれども、昨日はそう、それをしてですね、もうタックルなしだったんですけれども、結構激しい動きをしたので、もう体がもう痛い。バッキバキです。<laughs> 前回やった のがですね、えー、僕が社会人になって1年目だから多分23歳の年そうだから本当にね5年ぶりくらいにラグビーのボールを触ってそう思いっきり走ったりとかステップを切ったりとかねステップサイドステップをしたりとかボールを蹴ったりとかそういったことほんまに久しぶりで、うん もうね、今日体がバキバキなんですけれども、いやね、やっぱりなんか楽しいですね。あと体は覚えてますね。どういうふうに動くべきなのかとか。うん。パスっていうのもね、そのラグビーはボールを手で持ってパスしたりとか、キックしたりするんですけど、なんかね、やっぱ体が覚えていて、ある程度基本的なことはできていましたね。うん。慣れってやっぱ素晴らしいですね。体は覚えている。はい。 っていう感じでね、えー、昨日はラグビーをしてからお昼ご飯を食べて、そこでね、あの先輩におごっていただいて <laughs>、いつもね、あのごちそうになってますね、僕は。本当に恵まれてる。で、その後サウナに行って、体を休めて、で、昨日はね、あのライブ配信をして、だしを作ったりとか、ま、あいろんなことをしていましたね。うん。 で、まあ、今日体バキバキなんですけれども、あの、まあ、バキバキっていうのはもうなんか体が動かないみたいな、カチカチになって動かないみたいな感じ。そう。そんな感じなんですけれども、今日もですね、えー、ライブ配信をしようと思っていて、YouTube の方でね、あの、大阪の街を歩きながら、僕のバイト先に向かいながら、えー、歩いてライブをしようと思っているのでね、あの、ぜひ、 ライブ配信、えー、毎日、ほとんど毎日やっているので、興味のある方は見に来てください。YouTube でこれから配信をしていきます。はい。というわけでね、今日のタイトルに入っていきます。心をつなごうっていう話をしていきます。内容に入っていく前に、一つお知らせをさせてください。You are a n b では、今、日本文化オンラインコミュニティの制作をしています。名前は、つながる日本の心です。 何ができるかというとここでは日本文化が好きな人と一緒にそういった似た者同士の人たちと一緒に日本文化について学べてチームプロジェクトを通していろんなことを発信できて日本文化を伝えられてそしてその過程で仲のいい友達を作る日本文化仲間を作るということをテーマにやっております。この 体験版がですね、8月からのスタートになるんですけれども、その体験してくれるメンバーを今、どしどし募集中でございます。7月中にですね、100人、約100人のメンバーに来ていただいてですね、それで体験をしていただいて。 8月に体験をしてもらって、そのもらったフィードバックを活かして、9月に改善し、10月に完成版を発表という流れをね、考えているところです。8月の体験版、すごく楽しみに、いろんなことを考えておりますので、興味のある方、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。概要欄の方にリンクがあります。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい。というわけでですね、今日のタイトル、心をつなごうというお話をしていきます。 先週ですね、スターバックスで仕事をしていました。その時はですね、その、まあ朝から、朝8時くらいから、えー、また9時くらいかな。夜の9時くらいまで、まあ <laughs>、どんだけおるねんって感じなんですけれども、まあ、長いことお仕事をしていました。その中でですね、やっぱりちょっと休憩したいなと。ちょっと休憩しようって思った時にですね、鬼滅の刃を見たんですよ。鬼滅の刃。 うん、今また話題になっていますよね。鬼滅の刃。この新しいシーズンの最終話が先週ぐらいですかね。先週ぐらいに発表されて、もうそのクオリティがとってもとにかく素晴らしいから、いろんな人が感動して SNS に上げていたりとか、そういったことでね、話題になっているものだったので、僕もちょっと気になってたんですよ。 で、実際にね、見てみたんですけど、もうこれね、素晴らしいです。皆さん見ましたかこの最終話、鬼滅の刃の最終話、最終話。<laughs> もうね、感動しますよ。本当に。うん。まあ感動するポイントはもうたくさんあるんですけれども、まあ一つ、作画、あの、アートですね。作画がもう素晴らしい。イラスト、 絵が素晴らしい。あとそれだけじゃなくて音響 BGM とか効果音こういったところももう素晴らしいもうその場面そのシーンの雰囲気に合った完璧な音響を選んでいたりとかあとはねその編集もうまくしていて あの画面上にエフェクトをかけていたりとか、それで臨場感、緊張感を持たせるような編集がされていたりとか、あとは声優さんですよね。声優さん。このちょっと緊迫した緊張するようなシーンで、本当にその緊張が伝わってくるような素晴らしい演技をされている声優さん。もうね、これすべてがもう素晴らしいなって本当に感動しました。うん。 こんなアニメで感動することあるんだって思うくらい。しかもただのエピソード。映画じゃなくて、ただ普通のエピソードでここまで感動することはあるんだって思ってもうね、本当に楽しく見ましたね。うん、感動しました。まだ見てない人はね、本当にぜひぜひ見てほしいなと思います。鬼滅の刃の最終話。えー 最新シーズンの最終話ですね。これをぜひ見てもらえたらなと思います。本当に感動すると思います。でですね、えー、その最終話を見たんですけれども、その中で、その話の中で、えー、ちょっと面白いことがあったのでね、面白い話があったので、今日はその話をするんですけれども、えー、その内容、それが、思いは永遠っていう話です。思いは永遠につながれ続けるっていう話。 ちょっと、ね、ネタバレになってしまうので内容はあまり言わないんですけれども、えーっとまあ、トップ同士ですねその敵対するトップの人間船長同士がですね、えー、お互いの思いを伝え合うようなシーンがあるんですよね。 私はこういうふうに思っていた。私はこういうふうに思ってあなたと戦っていた。っていうふうな話をお互いにするわけなんですけれども、その時にですね、出てきた言葉が素晴らしいなと思った。それが思いは永遠っていう話です。同じ目標、同じ志、同じ思いを持って戦った人たち、同じ思いを持って一緒に過ごしてきた人たち、そういった人たちは、 その思いっていうのがある限りずっとつながり続ける。例えばその人が亡くなってしまったとしてもその一緒に戦った人がその人の思いをつなぐ。でその人がまた別の人と戦って別の人と一緒に頑張った時にその思いっていうのを共有してそのまた亡くなっても別の人が思いをつなぐ。 次々とこの思いっていうのをつないでいくことができるだから思いは永遠っていう話なんですねちょっと難しいですね <laughs> 要はですね誰が何をしているかっていうのはあんまり関係ないんですよ大切なことは何かというと思い同じ思いを共有しているかどうかその人が亡くなっても他の人が思いを受け継ぐ その繰り返しをすることで、この思いっていうのは永遠につながれるなっていう話をしていたんですね。同じ心さえ持っていれば、その心は永遠につながれるよね。外見が変わっても、外から見た見た目が変わっても、心だけはずっと同じで永遠だよねっていう話をしていたんです。逆にですね、他に心がないもの、心がない思いがないもの、それはですね、 すぐに消えてしまう。ロボットのような関係でいてしまうと、これはいつか崩れてしまうな。永遠ではないなっていう話なんです。これを聞いて思ったことがありました。それはですね、日本の文化、日本の心、これに関しても同じことが言えるなというふうに思っているんです。今、2024年ですね、この時代っていうのは、 日本人が日本のことについて知らない状況、これがですね、本当に顕著に見られるなと、本当に、えー、明らかになってきているなというふうに思うんですね。僕もですね、他でもない、その人と何ら変わりなく、あの日本文化について知っているかというと、あまり知らないと思うんですけれども、まだ勉強をしているところでありますが、 まあ他の人もね、そもそも興味がないっていう人はやっぱたくさんいると思うんですよ。日本文化って何なんだろうなんか難しそうだからいいわとか、日本文化、それより西洋の文化、外国の文化の方が私は好きだ、僕は好きだっていう人、こういう人がね、もう若者というか、まあ、僕含めですけれども、多いなって思うわけなんですよ。 思いさえあれば日本の文化っていうのはずっと受け継がれるこれは永遠なわけなんですけれどもその思いその心が今なくなってしまっているこのままじゃなくなってしまうんじゃないかなって僕は思っています。明治時時、代でですすね、ね、外国国からそそそのののの鎖国を説くように言われたは昔人が、 外国からいいものを取り入れつつも日本の文化を守っていこうっていう強い思いを持っていろんな人が活動していたと思うんです。そしてねあの、素晴らしい文化っていうのができたと思っているんですけれども、その時に燃え上がった炎っていうのが今はですね、もう消えかかっている、残り火だけでなんとか耐えているくらいの状況だと思うんですよね。 明治時代、江戸時代に燃え上がった炎が今はもう消えかかってしまっている。自分の国のことについて知らない、誇りを持てない、海外に憧れを持っている、そういう人がとても多いというふうに思うんですね。これは大きな問題。外見は変わってもいいけれども、日本の文化の見える形は変わっていいけれども、その 奥にある心っていうのだけは僕は守らないと日本の文化っていうのは本当にこのままじゃ消えてしまう。特にですね、今はたくさんの海外からの人が来ていてですね、その海外からの人たちっていうのはやっぱり自分の文化に詳しいわけなんですよ。そういった自分の文化について、えー、語られた時に日本人が日本のことについて話せなかったら、 学ぼうとしているにもかかわらず学べないみたいな状況になるわけですよね。結果的にどうなるかというと、日本の文化はどんどん消えていって、海外からたくさんの人が来て、その人たちの文化が混ざり合った、新しい、よくわからない文化っていうのができてしまうというふうになると思うんです。結果的に日本人はもっと自信をなくす。これは大きな問題だなと思っているわけです。心だけは守らないといけない。 だからですね、僕はその日本文化を美しい日本文化を、ま、守りたいと思ってですね、いろんな活動をしているわけなんですけれども、その目標が日本文化、日本の心をあなたの日常に、この敷居の高い日本文化っていうのをもっと身近なものにすることで親しみやすく、 学びやすくする、そして自信を持ってそれを発信できるという風になるのが僕の目標であります。その心を伝えられるように、心をつなげられるように、永遠のものにするように、もっと身近なものにしてね、そのよりたくさんの人に日本の文化を届けたいなという風に思っています。そしてね、その第一歩目、それがこのコミュニティ運営、つながる日本の心のコミュニティの運営になります。えー この活動ね、今、このコミュニティの作るプロジェクトにですね、本当に120%の力をかけてやっておりますのでねあの、ぜひぜひチェックしてくれたら嬉しいです。 はい。というわけでですね、今日は心をつなごうというお話をしていきました。鬼滅の刃ですね、本当に良かったので、ぜひ皆さん見てほしいと思います。はい。今日もね、聞いてくれてありがとうございます。今日は月曜日、皆さん一週間が始まりますが、僕も一生懸命頑張りますので、一緒に頑張っていきましょう。はい。良い一日をお過ごしください。ほな、また。